すがすがしいイメージの影に潜む、平野耀が明かす意外な大人の瞬間。すがすがしさの新たな旅が、平野耀さんのお酒 CM デビューで始まりました。サントリー人、ミス、SUI のフレッシュな魅力に満ちた新 CM が、テレビ画面で輝きを放つことが発表されました。平野さんが初めてお酒の CM に挑戦し、その爽やかな魅力に注目が集まっています。サントリー人、ミス、SUI は、 柚子、緑茶、生姜の三つの和え素材が織りなす、爽やかな味わいが特徴。そして、その魅力を最大限に引き出すべく、リニューアルされた、ミスジンソーダ缶や、ミス、SUI をソーダで割った、ミスジンソーダが新 CM で紹介されました。新 CM 発表会では、平野さんが、すがすがしさをテーマにした演出に登場。お酒の CM 初出演となる中、黒髪で初めて披露されたキービジュアルについて、 表情が合っているのか自信がなかったんですけれど、清々しいな、との感想を述べ、ファンを驚かせました。さらに、清々しさをアピールする CM キャラクターになったことへの嬉しさを語り、30歳に向けてもっと清々しくなっていけるように頑張りたいなと思いますとコメント。その笑顔と前向きなエネルギーが、CM に新しい息吹を吹き込んでいます。撮影現場のエピソードも明かされ、 ラフで楽しい雰囲気の中での撮影について、ご飯屋さんがずっといい香りがしていてお腹ペコペコになりましたという一面が垣間見えます。そして、共演者である東京ゼロさんの角田昭弘さんとの初共演についても、気さくに話してもらったことで距離も縮まり、アットホームな雰囲気で撮影ができましたと、和やかな雰囲気が伝わってきます。その後、イベントでは、ミスジンソーラの魅力をアピール、中華料理との相性についても触れ、 爽やかで香りもすっきりしているので、食事も進み、すぐに完食してしまいました。どんな食事にも合わせられると思います。いろんな食事と楽しんでください。と呼びかけました。新 CM のテーマである、すがすがしさにちなみ、平野さんが、すがすがしいと思う人についての質問には興味深い回答が、お寿司屋さんの大将にずっとついているお弟子さんや、深爪の人など、独自の視点からすがすがしい人物像を紹介しました。さらに、 清ががしさにちなんで尋ねられた、清ががしいと思う人に対する回答も興味深い。お寿司屋さんの大将にずっとついているお弟子さんや深爪の人など、独自の視点から、清ががしい人を語り、その心の中を垣間見せました。そして、お酒 CM 初挑戦にまつわる、大人になった瞬間についても触れられ、すき焼きを一人で家で作っているんですけど、大人だなと思いますという一言。昔の駄菓子の思い出とともに、 平野さんらしい警戒でユニークなエピソードが披露され、会場の笑いを誘っています。そして、平野さんが、大人になった瞬間についても明かされました。最近、すき焼きを一人で家で作っているんですけど、大人だなと思いますと笑顔で振り返り、昔、駄菓子は予算オーバーで3つまでしか買えなかったんですけど、4つ目を変えた瞬間も大人になったなと思いましたと懐かしいエピソードを披露、会場を楽しませる一幕となりました。 この新しい CM では、平野史洋さんが、メス、SUI の世界をより多くの人に広めるために、彼自身のユニークな視点と個性を活かしています。清々しい味わいとともに、平野さんの明るい魅力が満載の新 CM、どうぞお楽しみに。